さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、私夏の代償がかなり多くてですね、まずはですね、この焼けすぎた肌、体だけじゃなく顔までね焼けすぎてるので、ファンデーションがこの季節になってきても全然明るくならないっていう、悲しいお知らせ一つと、あともう一つはですね、髪の毛の痛みですね。髪の毛染みすぎてかなり痛んでて、今はちょっと頑張ってね補修してってるんですけど、これが二つ目で、もう一つがですね、私夏まつ毛をつけてたじゃないですか。地まつ毛がね弱くて抜けちゃったんですよ、かなり。で、今日はちょっとアイメイクをせずに、まつ毛もねビューラーも何もせずにいるんですけど、まつ毛をする前よりちょっと抜けててスカスカまつ毛になってるわけですよ。そこでですね、今回はじゃーん、こちらのバンビウィンクというサプリを提供していただいたので、こちらを1ヶ月間飲んでまつ毛を強靭にしていきたいと思います。はい、まずはこちらバンビウィンク、こちらなんですけど、パッケージがね香水の瓶みたいですごい可愛いんですよ。まずで、何がすごいのか、なんでまつ毛がこれを飲んだら強くなるのかっていうと、まつ毛を育てる二大育毛成分が配合されてるらしくて、二大育毛成分って何ってピンとこないと思うので説明していきたいと思います。この一緒についてきた冊子にね書いてあるので、これをまあまあ読んでいきたいと思います。まず一つ目がビオチンです。細胞分裂や新陳代謝に必要な栄養素らしくて、わかりやすく言うと、このビオチンっていう成分はレバーにねたくさん含まれてるらしいんですけど、これ2粒でレバー 450g 分ビオチンが入ってるみたいです。レバー嫌いなので、嫌いな食べ物食べずして同じ栄養素取れるっていうのはまあいいですよね。レバー嫌いな人多いんじゃないかな。で、もう一つがポリアミンっていうものらしいんですけど、発芽玄米や全粒粉のパンなんかにたくさん入ってるらしいです。どっちもね健康食品みたいな感じでよく雑誌とかで見たりするんですけど、その2大育毛成分が入ってるらしいです。これだけ育毛育毛って言ってるんですけど、毛ってまつ毛以外もあるじゃないですか。例えば別に顔で言ったらこう産毛だったり腕だったり足だったりの無駄毛は生えないのかなってすごい心配だったんですよ、私は。もともと毛が濃いので、私なのでかなり心配だったんですけど、まつ毛はですねホルモンに関係なく、だから男性ホルモンとか女性ホルモンに関係なく伸びるらしいんですけど、こちらのバンビウィンクもホルモンに影響を与えるものが入っていないので、体毛とか無駄毛と言われるような部分のものが伸びないっていう感じだと思います。それでは1日2粒が目安みたいなので、今日初めて、まだ開封未開封なんですけど、開封して飲んでみたいと思います。めっちゃ癖あるのとか苦いのとか嫌なのでね飲んでみたいと思います。その前に約1ヶ月間飲んでいこうと思うんですけど、どのぐらい変わったかっていうのがわからないと思うんで、こちらのまつげを測るまつげスケールを使って飲む前のまつげを測っていきたいと思います。両目でまつげの長さが違うんですよ、結構。右と左どっちも測ろうかなと思います。ではまつげ測っていきたいと思います。まつげをゼロに合わせて10ミリ。この付属のノートにね書きます。右目10ミリ、左目測ります。左は9かな、9。右目が10ミリで左目が9ミリだったので、これが1ヶ月間飲んでいてどうなるのかっていうのを調べていきたいと思います。で、1ヶ月間飲んでいく間に、こちらのサンプルもいただいたんですけど、アイシャンプーっていうまつげを洗う新習慣っていうものになっていて、確かにまつげってメイク落としでこう頑張って落とさないとマスカラとかがね綺麗に落ちないじゃないですか。頑張ってゴシゴシするとまつげ抜けちゃうし、どうしようみたいな感じで思ってたんですよ。なのでこちらも使っていって、1ヶ月間どんぐらいまつげが強靭になるのかっていうのを調べていきたいなと思います。では飲んでいきたいと思います。つけまーす。パッケージが破れないから可愛く持ち歩けるといいですね。お、オレンジっぽいやつ。匂いもそんなにキツっていう匂いじゃない、普通に薬っぽいお茶の葉っぱっぽい感じの匂いです。苦いとかないっす。何の不快感もなく飲めます。よかった、苦くなく。11月11日が美しいまつげの日らしくて、11月30日まで期間限定で、通常価格から 59% オフの1111円でこちらのバンビウィンクが手に入ります。気になった方はね、すごいお得なキャンペーン期間ですし、ぜひぜひ試してみてほしいんですけど、パナソニックの目元エステも抽選で当たるみたいです。欲しい。で、このサプリはですね、まつ毛の持ちを良くするために地まつ毛を強くするっていう目的もあるらしくて、実際にまつ毛サロンとかでも販売されてるみたいです。まつ毛派の人もマスカラ派の人も
まあ、チェックしておきたい商品じゃないかなって思います。1ヶ月後これをずっと飲んでいった感想といいますか、動画も撮りたいなと思っているので、そちらも楽しみにしててください。私の地まつげはどうなるのか、強靭になるのかっていうのをね、検証していきたいと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。